やばい、切れない。3時15分え？ガチ？え、モバイルバッテリーあんねんけど線忘れてきた。え、今残り 5% とか。やばいやばい、本当にやばい。あ、F健さんかぼちゃありがとう。あー、かりちゃん、作業しなければいいかな。あ、始まってる、始まってる。やばい、ね、充電台。やばい、充電大丈夫？やばい、なんで忘れてきたんだろう、めっちゃバカ。いやでも私も充電器忘れて帰ってきた。え、違う、なんか意味わかんない、モバイルバッテリーの充電器持ってきた。あ、そっち行っちゃったんだね。やばいやばいやばい焦ってますと。あとでゆなちゃんも来るはず。ゆなちゃんがタイプ C 貸してくれんだけど、いつ来んだろう。いや、ゆなちゃん来るはずだよ、わかんないけど。待って待って、ゆなちゃんいつ来んだろう。やばい、ゆなちゃん早く来て。失礼します。はい、ゆなちゃんまだゆなちゃんまだかな。ゆなちゃんやばい、すいで。ゆなちゃん、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 お願い助けてください。タイプ C、 あと 8% なんです。すごい。かわいい、めっちゃかわいい。ちょっと頑張ってたとこ。ニノダソガキだお。あ、待って、私もまるで、あ、いいの？うん、あ、え、ありがとう。じゃあお願いします。させていただいて、ありがとう、させていただいて。あ、めっちゃこっちにいようかな。めっちゃ嬉しい。いけるよこれ。え、ありがとう、ゆなちゃん。出勤。いな、ここに来な。おはよう。あれ、これ充電されてないね。誰ってなるよね。ね、これついてなくない？これ充電されてないよね、多分。え、嘘。嘘。こっちにしようか。じゃあ私こっち。刺さしてる？刺さってる？うん。充電できてない？わかんない。あれ？こっち来る？え、できてるよ。あ、できてる。こっちか。嘘。うち壊れてんじゃない？待って、これね、借りたやつだから。あれ私だ。え、私だった。違う、いけないだろう。こういうのかな。さすがでした。できました。前後がありました。よか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 。今日何の格好。今日あれ、今日あれだよね、今日あれの日だよね。なるほど。あ、ありがとうございます。レインボースター。そうなの、今でイベント中なの。すごい、ヒヤヒヤ。しかも明日まで。めっちゃ怖い。何がイベント。あ、え、私も配信者大丈夫。見て、みんな配信、みんな可愛い子通ったって言ってる。可愛い子通った。気のせいですよって言って配信難民、私もやっちゃいます、はい、すごい。私さ、あの48さんに紛れすぎじゃないって私めっちゃ紛れちゃってる、ね、あ、ゆなちゃんできないやんか。何が？できるよ、はい、あ、できんだ。できる、できそうなんだね、うん、じゃあみんなショールームミンなんだね。え、そう。え、これでさ、普通に歩いてたらやばい、うん、え、待ってえ、すごい、そうだよね、すごい。自分でしたの？うん。え、でもまだ完成してないよ。かわいい。え、待って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 、さ、歩きながらさ、飲むの飲んでたんだけどさ、あ、これ、やばい。そうだね。でも、マスクの下からじゃないとダメだ。え、そう、でも人いないって時に飲んでた。確かに、そりゃ大変や。
めっちゃ出てきた、うん、全然忘れてたわ。今ライン来た。いいと思う。楽しみやな。そうそうそうね、楽しみ。お菓子ありがとう。楽しみ楽しみ。もうやだイベント。緊張する。何イベント今？ミニー？さんの雑誌、うん、掲載のイベントいっぱいだね。そう、しかもビスの決勝のやつもあんねんけど、私そっち優先というか、そっちをもう力入れようと思ってたら、これが急に入って強制参加で、これが焦ってます。大変ね、うん、ファンの人も大変なうちやね。そうなの、めっちゃ負担かけちゃってる。うん、配信してる？かじちゃん。まもなくです。あ、まだ？まもなくです。まもなくまもなくです。まもなくか。ちょっと居残りしております。やばい、あ、花束ありがとう。急げ急げ。でもなんか今日3時15分かららしいで。え、今日は遅延なんですか。うん、めっちゃ遅延してるらしい。3時遅延3時15分やから、今日1時間15分、うん、今までで一番押してるね。1時間10分か。今日は面白い感じになりそうだね。パパパパパパパっていう可能性があるってことでしょ。お菓子ありがとうね。コモやれてます。私も完全に MBS の人だね。この格好だと確かに。ここだけで歩いてたら、うん、後ろ姿とかね、さっきだってスルーされそうだと思います。3人で、あ、開けします。あ、私です。すいません、じゃあ行きます。開けします。うん、5時からできるよ。よし、じゃあ俺がスタート。あ、ユナポスでーす。してるよ。ちょっと今日はいろんな人がいて嬉しいな。嬉しいな。よし、今日の毎日配信を消化したいと思います。こんな始まり方でいいのか。さあ、メイク落としていくよ。配信で、ね、そうでしょっていう感じ。落とそっかな。え、やっぱ血色はね、あれがいいかな。あ、そういうこと。やったんじゃないの。逆にこれあのライブ終わりです。あ、そうなんですよ。そうなんだ、はい、全然崩れてないな。崩れ、いや今日でもちょっともう汗で結構薄々になっちゃってはね、いるんですけどね。そう、さあやっていきましょうみたいな感じ。番組みたい。なんかさ、メイクをする配信は見たことあるけど、メイクを外す配信は見たことない。逆にそっちいないね。うん、やっていくよ。まあまあ怪我の中がいるの。就活終わりみたい。本当だね。さあ今日何やるんだろうね。さあこちらを使っていきますよ。忙しいから。そうだよ、こちゃんの過去には野球延長で4時からってあったらしい。え、30分でも20分、20分か、うん、どうやってやったんだろう。トップトークはないだろうね。もう、 あるのか。トップトーク1分とか。あ、これじゃあトップです。はい、はい、誰です。え、自己紹介だ。うん、もうキャッチフレーズだけとかとか。あ、ゲームです。僕もモーガです。鈴木心です。終わりみたいな感じ。いや、いいよ。トップ取った人めっちゃかわいそうじゃない。え、ほんとショックだよね。ね、うん、そんなこともある。あ、お化けありがとうございます。あ、じゃあ私もお化けください。お化けお化けください。お化けください。あ、トップは2週連続やって。あ、そうなんだ。から次の週。あ、そっか、そう、トップも決められないからってことなんだ。あ、確かに。あ、奥村さんの恋しますって。奥村さんと秋山ゆうなさんが、はい、今日ゲストです。
ーい。はい、すいません。もうお世話になってます。ゲストでーす。ゲストです。ちょっとオフ、オフ、楽屋、楽屋の一部を見ないこと。いいね。でもまた今度ここで配信しよう。え、一緒にやろうやろう。ね、やろうやろうやろう。ね、やろうね、やろうね。やろうやろう。やろうやろう。うち紛れてるでしょ、めっちゃ。嬉しい。私何48感ある。 SKE、 めっちゃわかる。そうなの、ね、うん、SKE なんだ。めっちゃ SKE さんっぽい。すいません、 SKE48 名古屋出身です。なんでやろ、なんか顔が、顔にやっぱあるよね。でも顔が SKE48 って顔してる。へえー、失礼します。あります。12月のカンガルー。あ、ありがとう垂れ幕お金持ち先生。いつもあやと仲良くしてくださいありがとうございますって。あ、いや誰その人に下の名前で呼ばれたんで。てっててって下の名前で呼ばないで、私が下の名前で呼ばれないのよ。シールご飯食べます。あ、ほら分かるって書いてあるよ、 SKE さん。分かりますか、うん、分かるって。嬉しい。 SKE さんなんだろうな。何の曲にしようかな。フィンランドミラクル。うん、慣れてる。スケイさんの曲を頑張って。慣れてるよ。できてるかな。うん、やった。はい、美味しそう。美味しそうでしょ。食してます。食してます。ゆなさんが。私の夜ご飯です。食してます。いただきます。あ、今日は。うわ美味しそう、匂い。根菜スープでございます。根菜スープでーす。スープです。そんなすごい感じするよ。NGT 側は誰や？お茶の中で？ちょっといるいる。どういう系統だろう。分からん。あれは心ちゃんも。AKB っぽいかな。HKT。あ、へえー。か NCT かも。心ちゃん、心ちゃんとか、うん、どうかも。勝手にそんな予想、そんな予想。AKB さんっぽい子っているの？分かった。うち自分でなんか自問自答みたいな。ちょっと恥ずかしい。すぐ答え出た。うん、言っていい？あ、言っていい、うん、いいよ。ハルルンとか AKB さんっぽい？あ、違うんだな。え、ハルルンはめっちゃ HKT さん、うん、うん、そうなんだ。うわー、違った。不正解。正解とかない、ないないけど、ね、うん、ないけど、ね、ないけど。あ、ほら、みんなも HKT さんって言ってる。あ、そうなんだ、うん、逆になんか AKB っぽいって誰だ。え、いるかな、誰だろうね。え、 AKB っぽい、待って、誰だろう。まゆちゃんはどこに所属するの？え、次の思ったらまゆちゃんはどこなんだろうって思って。まゆちゃんめっちゃにじこんだもんね。うん、まゆちゃんにじこんって感じだからね。まゆちゃん、え、私逆に NNB さんの顔って言われる。 NNB さんか HKT さんって、そのやっぱ下の方、はい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 、うん、あー、でもだって関西、関西じゃん、うん、あ、そうだもんね。そっかって言われる。あ、確かにすみぽん、ちょっと、あ、AKB っぽいかも。 AKB さんっぽいかも。 AKB さんっぽいメイクしたらもうめっちゃあれだよね、うんうん、確かに確かに、うん、すごい想像してる。すっごい斜め上向いてるけど、今すぐ踊ってるから劇場で。そう、今すぐ劇場で踊ってるね。みんなみんなが踊ってる。今踊ってたね。すごい斜め上だったけど、完全に踊ってたわ、うん、めっちゃ想像してた。だから今めっちゃ目痛い。あ、ハッピーハロウィン、ありがとう。ハッピーハロウィン遅れました。ハッピーハロウィン、ハロウィン、トリックアトリート、ありがとう、りーちゃん。え、逆にイベントってしてる、うん、してる。でも今はグループで出てて。あ、え、そう、グループで出てて。あれ FN、 あ、そうそうそう、あ、 FN、 あれあれあれ、ハルルンと戦ってんの今私。あら、ラブラブさん。そうなの、たまたまね。ラブラブさんと、そう、ラブラブさんがね、今ね1位で、え、いや、でもうちら5位とかね、まだ、あ、決勝が5位までしか出れないんだけど、うん、今5位。頑張ろう。え、そう、頑張ろう。頑張って。ちゃんに言わせて。じゃあ、交換条件だ、交換条件。あの、みんな、モーカちゃんのところにも行ってほしいし、はい、よかったら、モーカちゃんのファンも。
ぜひぜひ始まるところに音欲しい。今ねちょっとうちらのグループの配信がもうすぐ始まるんだけど、うん、他のメンバーがやるんだけど、ね、うん、それがまだ始まってなくて、うん、ちょっと聞いてみます。うんうん、配信は今ね、あのラジオにしてるちょっと待ってね、すごい、ラジオにもできんの。そうなんだよ。え、そうなんだ。交換条件とは、交換条件は交換条件やな。交換条件、あの、いつも見に来てねっていう感じね。そう、お互い宣伝っていう。宣伝、いつもありがとう。私は明日までなのでっていうのと、いつまで、ね、明後日までです。あ、近いね、お互い。でもこっちはあれなんですよ、無料でなんかこうクマがもらえるみたいな、その課金制度じゃなくて今回だからちょっと人数が大事系で、うん、ちょっとシビアですどっちもシビアだけどシビアなんですよ。新しいイベントの仕方をしてて、よいしょ、 FNS とか、そうですね、うん、いつもの火事になった。はい、魔法なんて溶けちゃってイエーイ、つるんつるんです。なんかメイクしてバッチリメイクしたの久しぶりになんか見た気がした。確かにそうだよね。そうだからあ、だから今日はそうそうだったと思ったら違かった、もうなくなっちゃった、 逆だった。あ、そうだね、ね、アップアップさんにクマちゃんギフトしたよ、うん、始まったみたいです。私たちの公式の方も丸かぶりで、私はもう流すっていうね、公式にぜひお願いしますっていう告知配信ですね。私の無料でもらえるの。そう、無料なの、うん、なんかもうクマなんかミッションがあって、うちのどっかのどこのでもいいんだけどコメント、うん、そのやって FNS のやつに出てる人にコメントするとなんかミッションクリアでクマゲットできたりとかするみたいで、だからもうほんと時間ある方で全然いいんだけど、向かったらねお気軽に。今あの、はい、佐々木ほのかちゃんがやってる、あの有野さん大好きなほうにゃんがやってるんで、ほうにゃん、ね、グラビア頑張ってる子なんですけど、ほうにゃん、ね、コッコクラブとかにいっぱい出てる子のほうちゃん、はい、ぜひぜひ、私もぜひぜひきらぼしだけでも。そうで今ももかちゃんが配信してて、そっちはあのガチイベなんで、ガチイベって言うんやん。ガチイベって言うのかな、多分そうじゃない、ガチイベ、ガチイベとガチイベじゃないのって何が、ガチイベとゆるイベっていうのがあって、なんかさあ見えない一緒に楽しもうねぐらいの勢いのイベント、うん、なんか何それファンの人を増やそうみたいなイベントがあったりとかするんだよね、うんうんうん、なんか上位の方に来れるみたいな、うん、そのなんていうの、ありがとう、ホーム画面あるじゃん、うん、ショールームのそのなんか最初ら辺に出れるよみたいな、うんうんうん、そのイベント出てると上の方出れるよみたいな、うん、イベントがあったりとかするんだよね、うん、そうそう、なるほど、ほうにゃん頑張れ。いや、ほうにゃん、ほうにゃんって言うとでも有野さんが呼んでるだけなんですよ、ほうにゃん。あ、ほうにゃん、そうなん、ほのさん、ほのかちゃん、ほうちゃんって呼ぶんだけど、なぜか有野さんどっかで間違えてほうにゃんになってるここで間違えちゃったんだ。あ、お化け、可愛い間違いだね。アリノさん一押しホーニャン、ちょっとなんで会場なんじゃないですかいつも思うんだけどそうなんですよ、本当にミキちゃんルームです。あ、すいませんね、お話し会ないの近々ある。あ、まあ、今受付終わっちゃった。乾杯したの。あ、おい、すごすぎる、もう完売しちゃったからみんな買えないよみたいなやつどうする、もうだから言ったのに、もう早く。いや、私でもオンラインは受付中だよ。あ、じゃあオンラインどうしよう、受付中だって。あ、リナちゃんあるよ。いや、じゃあほら買われなかったよみんな、あ、まあ、でも困っちゃったね、お盛り上げしまわないとリナちゃんなくなっちゃうよ。誰もうあの AKB さんのもうスタッフさんこの格好完全に秋山ゆなれこちらです。待って。どうぞ。待って、映したい。秋山ゆなれこちらになります。まっすぐ。こちらです。ありがとうございました。次の方どうぞ。秋山ゆなれこちらです。どういる？いるいる。待って、タワーもらったよ。徳造さん、タワーありがとう。すごい。タワーありがとう。私のバイト代。私のバイト代だ。徳造さん、日給だぜ。激しやってよかった。タワーありがとう。次あのゆなちゃんの握手会来た方、私が激しやお願いします。豪華だな。いやいやいや、そんなそんな。やった。面白い。やった。嬉しいな。
ね、カズオさんっていうファンの方いる？あ、いらっしゃいます。待って、あ、本当に、あの、うん、初期アバター、初期アバター、待って待ってたわ、うん、違う、5000ポイントのアイテムいただいた、うん、え、ありがとうございます。え、なんかこの間個展開、ありがとうございます、カズオさん、できるやつに来てくれた時に、うん、ももかちゃんを覚えたらしくって、え、カズオさん、そう、カズオさん、カズオさん、そう、ももかちゃん覚えてさ、え、嬉しい、言ってた、ありがとう、カズオさんね、カズオっち、カズオっち、カズオっち、あ、みんな言ってる、も、今持ってるクマ全部投げてきた、うん、クマ投げてきました、だって、あら、頑張って、え、クマ投げてくれたって今言った、うん、え、あ、すいません、もうありがとうございます、ホーニャンが喜んでおります穂高島もめっちゃ喜んでるんだけど、よかった、出れますように、あの、私の、あの、剥がしのバイト代をクマ、うちの、あの、投げてください、ね、あの、バイト代をください、バイト代センターがやってるんで、今配信よろしくね。あ、そうなんだね。こんなすっぴんのこのメイク外しとかやってない人ですちゃんとした子がやってるんで今グループで。あ、すごい、めっちゃクマ投げてるよ、もうほぼ全員投げてるよ、クマ本当ですか、すな、持ってるクマ全部投げてきましたって言ってる、すいません、もうめっちゃ助かります、ね、ももかちゃん、じゃあうちのファンの方、ももかちゃんのところに、強制じゃないよ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 、ありがとう、本当に、あの、全然もうお時間、うん、そうだね、お時間ある方に、本当にもうお気軽で大丈夫ですか、ね、風島さんお顔ピカピカってテカテカですね、輝いちゃって、次の曲はセンターかな、これで、うん、センターだよ、そうですか、カジちゃんセンターだよ、センターになったことないんで、ちょっとやらせてください、やらせてください、できるよ、ルーマン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 、やっぱそれ難しい、かっこいいよね、あれ、あれだって選抜でもね、もうメインだもんね、そう、選抜だよね、へー、ありがとう、あれ入って、りゆなちゃんまだか、ありがとう、かずおさん、入ってない、だよね、間違えた、あれだ、今ね、色目のこれ、お菓子ありがとう、あ、そう、そうだよね、やばかった、あれ、また染みたわ、あれ、ありがとう、むしろ一番最初の曲だった、あれ私は脱落です、絶対うまる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 、大変だ、そうなんだ、間違えた、これだね、僕積んだ、おお、いきなり積んだ、え、それ100均でかかっとった、この間言ったら、そうだ、かかってた、そうだ、こっちだね、選抜、もうここが加入してるのね、これ加入してます、これだね、今です、めっちゃ好きな歌ね、私も大好き、めっちゃ見た、めっちゃ見た、嬉しい、大好き、ほんと、てかゆなちゃんしか見てない、そこまで行くと、もうさ、あ、ゆなちゃん、ゆなちゃん音楽番組大好きだから、めっちゃ、なんかもうゆなちゃんしか追ってない、いや、でもなんか、カメラがこうやらないとゆなちゃん見えないって分かってるけど、自分もこう、カメラのテレビの前でこうやれば見えるんじゃないかって、しかもあの最後の落ちサビのなんか、うん、みんながこうやって、うんうん、なんて言うんやろ、あ、なんかバーッてなるときにゆなちゃんがなんか裏線におるねんな、で、一人手上げてるねん、それが可愛すぎて、私可愛すぎて手上げてるねん、私、あ、手上げた、手上げる、ゆなちゃんだって手上げるよ手上げるけど、なんかめっちゃ精いっぱい手上げてんの、めっちゃ可愛くて、それが愛おしくて、私、みんな裏線に来た時の見どころだから手上げるかね、初めて披露した時も、うん、めっちゃそこ、お菓子ありがとう、写真撮って、うん、お化けありがとう、送ってくれてあって、ありがとう、裏ちゃん手上げたい、そう、僕は積んだみたいな、そうだ、そうだ、ここ見てくれた、上げてて、はぁ、かわいい、本当に超最高、なりました、もうずっとゆなちゃん、ゆなちゃんおってる、いや、わかる、やっぱさ、一緒にお仕事できてるからさ、めっちゃ嬉しくてさ、音楽番組私多分総なめしてるんだけど、好きで、うん、全部ゆなちゃん追っかけてやばい、カウントダウン TV、 カウントダウン TV ゆなちゃんね、めっちゃ可愛い、ダンスも上手やし、そう、めっちゃすごい、ね、え、ダンスやってたの、ダンス全然やってなかった、でも、そう、好き、好き、あ、好き、うん、じゃあもうセンスと努力なんだ、そうだね、すごすぎるね、いや、そりゃたまれたよ、そりゃたまれたすごいな、あら、こっちもイベント、はい、そうなんです、明日までです、いや、すごいね、いや、かっこいいな、かっこいいよ、すごいな、ダンスが好きか、いや、
ちょっとダンスすいません。いや私もダンスすいません。すいません。やるんですけれども。やるんですけども。はい、すいません。すいません。ダンスすいません。そうなんですよ。すいません。ダンスのダの字聞くとなんか震えが止まらない。うん、なんかタンスでも震え。タンスでも震え。ダンもダンスもちょっと触れますね。ダンスレッスンとか今日入ったよって聞くと触れが、うん、触れます。あもうレッスンのレとかでもうわリハのリでもうわ怒られる。また全部じゃん恥は言われる。あ怖いなっちゃう。怖いよってね。ありがとう。しかもうち今5人になっちゃったからさ、メンバーが、うんうんうん、昔9人とかいたんだけど、うんうん、めっちゃ減ったんだよ、うんうんうん、5人だからさ、もう目立つよ、めっちゃあの一人一人が、うんね、目立ったら目立ったら大変よね。あ、うん、すごい、間違いでもバレるし絶対間違えられない。プレッシャーで死にそうです。今日はこちらです。はい、ゆなちゃんとくんかたんだよ。イエーイ、ゆなたん走り回ってる。ちょっとかけっこかな、わかんない。走り回ってる。あゆかちゃんでしょ。いやもう勝手にね、元気な人は全部あゆかちゃんのと言ってる。確かに確かにそれはそうかも。それはそうかもしれない。あゆちゃんって結構ギリギリに来るイメージかも。でもあでもそうかもね。確かに、うん、なんかちょっと電車が人のこと言わないんだけど、うん、あれゆなたギリギリ。あでももう、うん、11時半だね。早い。お菓子ありがとうございます。えこうでこうで、あーってことで、ね、え痛い痛い。待って痛い。そういうのダメなの。痛いあそういうことね。待って痛い、ね、痛いダメ。痛い痛いです。どうやってこうやってこうつけたらいいの。どうやってこうつけたらいいの。ありがとう。これで、うん、頑張っちゃうんだから。でもすぐだ。これ直前でいいね。じゃあ確かに直前取れちゃうもんね。そう、うん、よしよしよし。多分今つけたらボキボキになると思う、ね、そんな。確かに絶対そうなっちゃう。踊れないし。いつどうだAKB さんの曲やったりするの。えでも前なんか夏ブロックで、うんうんうん、ポニーテル、うわすごやってた、うん。ポニシね。ポニテルした。やってない。あポニテルできないよ、この長さ、うん、できない。ちょ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 ってできないよ。ポンってダメか。シュシュもつけれない。そうやん、うん、めっちゃ大変。そうなの。ポニテルとシュシュ何の歌。ポニテルポニテルびっくりした。ちょっとから感じていろんなね世代なのに私世代だよね。あと今飛行機雲って曲やってる。空に飛行機雲、そう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 、シングルダイナミックセイヨ、誰の想いが僕の声の君が余裕がない。秋山優奈聞いたことない違うのこのコール聞いたことなかった。聞いたことない。聞いたことなかった。何なんだろうこれ。違う、うちを作っちゃったみたいな私が。そうなんだ。そうそう、うち結構知ってるでしょ。ね、思った。そうでしょ、うん、すごい好きだったの。ジョニシケイさんわかる。え NNB もう大好きで。えそっちジョニシケイさんだけをなんかすごい追っかけてた。今も追っかけてた。妹のレイさんが卒業、そうそうされますね。うん、ちょっとジョニシケイさんどうするんですか。妹さん卒業してえそうなんや。大好きで今も大好きで。あそうなんや。今舞台してるよね。そうそう舞台もね、あのチロッとこう後ろの方に見に行ったり、してるんですけど、そう大好きなんです。愛する。ジョニシケイさんです。なるほど。いいこっちゃね。いいこっちゃね。卒業コンサートと私のデビューが同じぐらいなんですよ、ジョニシケイさんと。ジョニシケイ卒業さ、ジョニシケイさんが卒業するって言った時に結構前、うん、結構前、結構前、そうだから入れ違いっていうか、だから私ジョニシケイさんの最後の握手会の件は自分のデビューライブで行けなかったっていう、わそういう感じでした。取っておきな。取っておいてる今も、うん、ずっと持ってる。絶対持っとくべき。そんなエピソードがあります。いい時間になりましたね。じゃあ私は。
しっかりと配信を15分やったので、えらい、ありがとうございます。もう終わりな、今日の配信はクリア、クリアだ。はい、じゃあ次は秋山ゆなちゃんの剥がしで会いましょう。います。私働くんだね。はい。応援してるよ。いや、奥村もかちゃんの剥がしでもぜひ。いいんですか？ぜひぜひ。ちょっと剥がし探させて。剥がしで。きっとできます。あれ？橋本さん？あれ？橋本さん剥がし？ちょっとだけ10秒サービスします。お、私に気づいてください。10秒優しいね。10秒1枚分サービスしました。これは優しいね。はい。じゃあ。ちょっとごちゃまで時間ありますが、行ってまいります。行ってらっしゃい。以上です。ツルツル火事でした。バイバーイ。線出ても優しくしてほしい。だってあるのか。そっか、線あるのか。あんの。そっか。あ、でもあれか、 AKB さんは握手会やから触れるんか。握手会だ。うん、もう手袋と回しで。手袋ない。あ、そうなんや。前手袋だったけど。え、でも初めて思うかも。この間の横浜のイベントで、うん、ファンの人とできた。そう、あ、ハイタッチできた。あ、ハイタッチだ。そうそうそう。そうだ、私も早く握手会を再開したいですね。そうね。付き合ってないのかね。人生で初めてやった。ファンの人と触れ合ったのが。すげえ。そうそう。いいな。じゃあね。さあ、私は無事終了ということで。また後ほど。バイバーイ。3時間半あるからね。ね、多分これさ、あれだよ、12時ぴったりに切ってもさ、うん、多分あれ始まらへんやんな。思ったよな。ね、多分始まらん気がする。確かに。ね。だからちょっと猶予があるね。あ、剥がしのバイトさんお疲れ様でした。はい、嬉しいですね。え、ここから続いてと、次の剥がしがあるんで、はい、ちょっと行っていきたいと思います。次は二次コンさんの時間の剥がしでした。大変や。はい、お疲れ様。バイバイ。お疲れ様でした。バイバイ。ありがとう。待ってね、このお菓子。握手会頑張って。握手します。頑張ってないんだよ。ね、うん、頑張ってって言われたからしましょう。私は12時ぐらいまでするわ。あ、そっか。うん、じゃあ12時ぐらいまでここにいる。いいよいいよ。いいよいいよ。ゆなちゃんと手袋なしで握手した時感動だったよって。お、けんけんさんって方が。ああ。そう言ってる。イエーイ。イエーイ。いいな、私も連れてってくださいよ。なんで一人で行ってるんですか。おかしいでしょ。なんで一人で行ってんだよ。なんかもう、あの、すいません、ゆなさん、ゆなちゃん、めちゃくちゃ好きです。いや、え、いいんですかこうやって。大爆笑ですよ、私は多分。え、声大きい、ゆな、うん、めっちゃ大きいわ。あ、一緒や、うん、一緒やな。めちゃ大きい。ゆなちゃん、はい、ゆなちゃんまあまあ握力ある。え、そう、わかんないね、なんか、そのマジでもさ、なんかさ、こうさ、ね、ブラーンってしてるのもさ嫌じゃない。でも握力ってどうなんだろう。どっち、こっち派、こっち派。え、ど、人に合わるかな。あ、合わしてんだ。うん、こっちがいいって言ったらこっちにするし、こっちがいいって言ったらこっちにする。うーん、合わしてんだね。うん、優しい。優しい。優しいですか、これ。優しいね。優しいのかな。うん、優しいよ。期待に応えられたらって感じです。え、しかも写メ会、うん、あるよね。あ、そう、写メ会になった次。やばいですよ。写メ会は初めてだからね、ちょっとわかんないんですけど。やばいね、写メ会めっちゃ羨ましい。なんか椅子とかに座ってるのかな。あ、そう、あ、そうそう、多分座ってた気がするな。めっちゃいい。え、楽しい。こうやって作れるんでしょ、座って。うん、作ってハートに。やば。なんでも参加していいですか。もちろんですよ。こうやって、あ、でかいバージョンですね。いいなぁ。え、それが握手と全く同じ値段。同じ。ちょっと、え、同じなん。え、同じだと思うよ。違うの、逆に分かんない。あ、同じじゃないって。え、多分1000円アップかな。そうなの。え、でもいいよね、あと思い出に残るんだもん。あ、アルバムだからだって。あ、値段が違う。そうなんだ。いいね。そうなんだ。いいね。いいね。いや、こりゃ羨ましいわ。いいな。楽しい。もーちゃん、ゆなちゃん連番で行こうね。よっしゃ。行きます。嬉しい。連番。連番です。
アルバム出たら、アルバム出たらツーショットとかがあるんかな。え、そうなんだ。分からん。でも一回 NCT のも、うん、アルバムが出た時にツーショットとかしててんな、うん、あ、そうだね、もしかしたらそうなんかもね。ね、あ、ありがとう拓蔵さん、レインボースターたくさん、うん、行こうかなってみんな言ってる。え、行け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 、ありがとう、え、ありがとう拓蔵さん、レインボースターたくさん、へー、もうなんか歌の詳細とかまだ発表されてない。発表されてない。あ、まだか。なるほどね、そういうのがありますよってだけか。何が？そういうイベントがありますよって。あ、そうそうそう、イベントなんだけど。なるほどね、うん、そっか。あ、のりさんありがとうございます。いや楽しみやな、ツーショット会。楽しみじゃん、ね、うん、私もあえてる、すごい、アクション、50分やけど遅れて始めたら55分までします。やっほー。いやー、ちょっとね、明日が怖いですな。私は今ドキドキとドキ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 ムキ。うん、テーブル越し。どういう感じなんやろ。あい。間違いなく。ね。やりたい。NGT もツーショットかい。やりたいな。これかありそうじゃない？うん？ありそうやな、確かに。コロナもあるし。うん、てか聞いて、NGT の5期生の昨日解禁されてんけど、うん、年齢制限なし。え？そう、12歳以上から年齢制限なし。え？ね、びっくりした私。わお。ね、わお。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 なんだって。年上の方がいらっしゃるかも。ね、25歳とか。わお。わあ。すごい。やばい。人生の先輩が入ってきたら私、あのここはおトイレなんですけれども。かしこまりすぎじゃない？ここはおトイレなんですけれども。うん、そうですね。あのここが電気です。気まずいよ。ここが電気でした。だいぶ気まずそうだったけど、ね。なんて呼べばいいですかって言ったら。そうですね。いや、木村とかねとか。どっち、多分お互いに気まずいな。木、うん、ね、村とかねって。奥村？ああ。ん？ああ。ね。あ、ってなる。相手の人も。お互いに気まずい。待って、タワーが来たわだ。タワーが来たわ。やったー。お金持ち先生。お金持ちなんだ。お金持ち先生。お金持ち先生だ。掛け軸タワーかな。お金持ち先生。タワーありがとう。ありがとう。あ、いなちゃんもありがとうって言ってくれ。ありがとう。ありがとう。面白い女だって。私面白い女らしい。嬉しい。本当に面白い。本当に面白い女なんだ私。初めて出会った時から面白いなって思ったもん。本当に。うん、もうあのメッセージカードにあれ覚えてるよ、あのおでんのさお菓子。覚えてますよ私は。そう。ね、懐かしい。ありがとうございます本当にタワー。ありがとうね。ずっと取ってある。え、本当に？ずっと嬉しい。机の上にあるよ。本当に。うん。捨てられてたとか思ったわ。ちゃんと取ってくれてんだね。嬉しい。あんな紙。嬉しい。わーい。ありがとう。タワー。ありがタワー。ありがタワーだ。パチ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 。
お金持ち先生。お金持ち先生。お金持ち先生。先生先生でも本当に先生らしいよ。あすごい、うん、ね教えてくれたの。じゃあ本当にお金持ちの先生なのかな。わからない。でも先生って言ってた。すごいよね。すごい。私もびっくりした。すごいなと思って。元気かわいい、ありがとう、元気、超元気。やっぱりホルモンでした、ね、最高でした。な懐かしい、なんかめっちゃ懐かしい、うん、ホルモンでしたとか、えホルモンでしたって言ったの覚えてない。え、なんだったっけ。いや私が多分なんかめっちゃ覚え、なんか肉の部位といえばみたいな一致するやつで、うーん、あーでみんながなんかハラミとか言うのに私がホルモンでした、あめっちゃ懐かしい。思い出した、ね、うん、びっくりした。そうだったのに、ね、あ、ありがとうございます。レンボスター、明日までイベントなので頑張ります、応援お願いしますね。やばいよね、うん、普通に考えてめっちゃアホやなと思うあの言い方今聞き返してもめっちゃアホやなと思う。おもろすぎる、うん、さすが、頑張れ、ありがとう。ホルモンでした。待って、何時までだっけ、何時から始めたっけ。めっちゃバタバタしちゃった。11時8分ってこと、58分、いや違うな、切れるこれ。え、待って、わかんない、もう壇上呼んどこ、怖いから、切れたら怖いから、切れた時やばいってなるもんね。ってなる、うん、壇上も8位、りーちゃんありがとう。あ、待って、じゃ間違えた、13位だった。13位、なんで8位、わかんない。13位、ゆきまさんありがとうございます。パチ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 ありがとう。12位、ラーメンさんありがとうございます。パチパチゆなちゃんがしてくれてます。はい。11位、ハップーさんありがとうございます。パチ。10位、てつさんありがとうございます。9位、のりさんありがとうございます。8位、りーちゃんありがとうございます。7位、グリーンティーさんありがとうございます。6位、ひでおさんありがとうございます。5位、てつやさんありがとうございます。4位、F健さんありがとうございます。3位、かずおさんありがとうございます。かずおさん、2位、お金持ち先生さんありがとうございます。先生頑張れ。1位、たくぞうさんありがとうございます。たくぞう、我らがたくぞう、たくぞう、はい、ということでありがとうございました。秋山さん優しすぎる、優しくないです言ってるよ。楽しい。待って、ね、ケンケンさんがタワーくれたよ。え、ケンケンさん、しかもアットマークゆなちゃんの友達とか、え、マイフレンド、マイフレンド、待って、ケンケンさん、クマタワーありがとう天使のクマタワーありがとうございます。ゆなちゃんの友達だ、ありがとう嬉しい、ありがとうございます。ラジオ頑張ってください。ありがとうね。頑張ってね。頑張ります。最後まで。明日の8時までなので。嘘。頑張ります。え、そうだよ。え？あ、違う違う違う。はい、あのイベント。あ、イベントね。びっくりしたー。ラジオかと思った。明日の8時までの知らない情報。違う違う。焦ったー。違うよ。このイベントが明日の8時までだから。なるほどね。ラストの5分だからね。イベントは。ブォー。あ、そうだね。怖い、ラストの5分が一番、ね、勝手にこっちもハラハラしちゃう、うん、なんかね、怖いね、ドキ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 本当に切れるまでやってみよう。多分急に切れるかもしれないけど、これ何、え、なんで切れるの。12時3時間限定やねんな。あ、そっかそっか、そう、3時間になったらなんか急に消えちゃうから、そうそうそう、あ、そっか、そうやねん、そうだもん、イベントだもんね今。そうだから多分計算したら多分12時までできひんから、お、勝手ゆなちゃん友達って言ってて、ゆなちゃんに怒られそう。ゆなちゃんはそんなことで怒らないよ、大丈夫ですよって思うから大丈夫って言ってるよ、大丈夫ですよ。もーちゃんの友達になりたい、なりましょうゆなちゃん最後に手だけでもつって、だって手だけ
ゆなちゃんの手ピース、ピーイエーイ、ハート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 です、ハートです、ハートを作ったので、あ、その手はゆなちゃんだ、すごい、ありがとうゆなちゃんも声だけで、イエイエイ、声だけでも参加してくれて楽しいですわ、かゆめめっちゃめぐい、どうぞもう存分に書いてもらって、ポリポリとポリ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 、あーかゆいなーと私は今ね、今からね、うん、めちゃくちゃガングロになるので、あれそうだったっけ、はい、そうだよ、わお、楽しみにしててくださいね、マスクして登場しようさ、テレテテテテテレテテテテテレテテテテ、ゆなちゃん待って、私マスクしたいんだけど、ちょっと待って今日はいつもと違うんです、てれてててて、ゆなちゃんありがとう、イエーイ、ありがとう、大好き、ラブラブラブ、ありがとう、てれてててて、てれてまだ一回しか披露したことない、あそうなん、うん、するんじゃない、ハロウィンで、あやらへんのか、てれてててて。あ、ケイトさん、レインボーさんありがとう。やばい、めっちゃ目ん玉かい。怖いですよ。てれてててて。一向に曲に入らない。てれてててて。どうなん？こう？こう？こうか。うん。てれどう？てれてててて。なんか斜めに。てれてててて。てれてててて。てれてててて。イントロ長って言われた。そんな長くないです多分。全然。じゃあ上だけ。かわいいね、やち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 、わあ、てれてて、あー、ミラボラれた、このイントロてれてて、切れないんだけど、なんで切れないの、全然さ、あと3分だよ、あれ切れないよ、これ、もしや、もしや、12時まで行けるのでは、てれてててて、じゃあ切れまで、てれてててて、てれてて、一緒、てれて、かぼちゃが、さっさお、てれてて、足どうなん、足普通に、てれてててて、てれてててて、あれ面白いですよ、てててて違うよ、いきます、てれてててて、てれてててて、ねえ足なさいよ、わかんないんだもん、教えてもう一回、足なさいって普通にこうだよ、あ、わかった、一緒にやろう、てれてててて、てれてて、合ってるかな、一回しかやったことないんだけど、はい、ガサソ、え、サビどんなの、何だっけ、ちょっと待って、あー、てれてててて、見れば思い出せるんだけどな、オッケー、一回の